リッププラスリ北脇大紀くんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのもう最初報道フロアでおはよう担当しましたんです。担当してたんですけれど、綺麗に北割って呼んでましたよね。もうもう顔見られませんわ。<laughs> いや本当にあの今後ずっとこれは謝罪を続けようとは思ってるんですけども。はい まあ逆に記念すべきというか全然記念じゃなくて本当に申し訳ないと思ってるんですけど ZIP!」初回、まあ緊張してそこに立っているときにあのみんなのねこれから「ZIP!」を担当するアナウンサーですって言って顔写真が出てでちょっとこ,うこだわりで全員の名前をこう紹介させてもらっているときに「ZIP!」の本当に初0ですね北であ、北割。 本当に大変申し訳ありませんでした。やったなって思いましたね。<laughs> これはもう一生。北脇君の名前を正しい形で世に発信していく義務というのが私には生まれたなって。<laughs> 本当<に>でも、あの翌日から、うん、まあ、木金今ジップ担当させていただいてるんですけど。うんうん、僕がこの担当する企画のコーナーで、三浦さんがいつも僕の名前で振ってくれるじゃないですか。はい。はい、あの時の北脇っていう発音多分一番綺麗だと思います。 すごい気合い入ってんだから <laughs> 家で何回「北脇」って言ったかわかんないんだからいやちょっとたんとよあそこで名前を呼ぶのもちょっとこ,こだわりだったりするんだけど、うん、いやもう二度と北脇君の名前間違えられないと思って <laughs> もう日本で誰より「北脇」って綺麗に言おうと思ってね頑張ってんのよ <laughs> なるほどでもあんまりこう噛まれたことなかったので「はい、北脇」っていう名前が。ディ,スディスってる <laughs> 多少読みにくいなっていうのはちょっと自分でも思ってたんですけどうん、うん、23年間生きてきて「うん、北脇」を「北割」っていう人もあまりいないですし「うん、北脇」っていう事態をあんまりかまれたなっていう経験があんまなかったので逆に新鮮だなっていうふうに聞いてて思いました <laughs> なんかすごいニコニコものすごくいい声で傷つけてるよね <laughs>。<laughs> でも本当そうだよねなんかあの名前でさ <laughs> 例えばよくあのアナウンス部の中で言うの難しいよねって笹崎笹崎になって難しいよね大変だよねっていう話とかする中で「来たは来たい気」が噛みやすいよねって上がることはないよねあんまり聞いたことないですよね <laughs> いやだから多分油断しちゃったんだろうね<ー>噛むなんて自分でも思ってないから、うん、何で言ったのか一瞬頭が意味分かんなくなったのあれ <laughs> <laughs> ってなったんだよねねあれですか、ね、一番最後に僕の名前があったのも、うん、なんかこうあこ,ここまで言えたっていうところでの、うん、変な安心があったのね <laughs> 終わったぞっていうね終われなかったっ、ね、もうここでいいやっていう感じは <laughs> 本当にだからもう今後私はあのー、一生かけていろんな人に北脇くんの名前を覚えてもらうためのキャンペーンをやっていこうかなと思ってるんでもう今日この動画を見てくれた人は北脇大樹くんの名前を本当に。 五回は唱えてほしい。呪文のように。そうで、必ず覚えてほしいね。あ、ありがとうございます。でも、本当いい声だよね。ありがとうございます。初めて、それこそ研修もやらせてもらったけど。た時から、もう、うまいよね。いや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 そんなことない、そんなことない。真面目でいいよね。でも、三浦さんから新人研修で一番最初に学んだことが。何何何、怖い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 。何。仕事の借りは仕事で返すってことを学んだんで。 ええ、あれだね。研修でメタなことを言うもんじゃないね。<laughs> <laughs> 痛くない？いや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 。でもそれがもう僕自身本当に刺さってますから。いじってないよね？いじってないです。北は北割ってカんだのあのジップの中で返すよって意味でしらけてないよね？<laughs> 違う違う。<laughs> そういうじゃないですよ。はい。私そんなこと言った？言ってました。あの本当に一番最初リモートのオンラインーリモートでそんなこと言った。はい、言ってました。痛いねー。いや僕があの いや三浦さんでもこう仕事に対して不安に感じたりとかこう失敗をしたときに引きずらないんですかって質問させていただいたんですよ。うん、その時にいや私でもいいっぱい失敗することあるよっていうふうにおっしゃっていただいて、うん、あ三浦さんでもあるんだって言った後にいやでも仕事の借りは仕事で返さないといけないからねってさらっと言ってくださってもうすすぐメメモモりりまましたメモったっ、はい、あります本当にいやもう本当に二度と出さないでもらっていいそれ <laughs> でも本当にそうなのよ、うん、もう私も「ZIP!」来てからもう本当に見てくださる方には申し訳ないぐらい緊張してしまったりとか失敗してしまって後悔してってことたくさんあるんだけど、うん、まあよくあの友達に話すとか何かおいしいもの食べるとかいろんな気分のこうストレスの発散方法ってあるっていうけど、はい、結局その「ああ」って思いって消えなくて、うん、それが消えるのってやっぱ次の日の親でじゃあもう二度と同じミスしないとか。 もっといいものを伝えるように頑張るっていう形で返すしか結局そのモヤモヤってはれないんだなって思うと特に帯やってると次の日っていうのがやっぱりあるから明日より良い放送より良い放送をっていうことでもう私は恩返しをしていくしかないんだなって思ってんだよねやっぱり仕事の借りって仕事でしか返せないよね。なんで今私のの上塗りしたのか,かかっちゃったよね今、ね。 でも本当に三週目に突入してもう,、はい、もう本当に三浦さんの落ち着きというか、はい、いやいやとんでもないさすがだなって本当に思ってとんでもないですよこれが1週目二週目で気づいたことを三週目でこう生かしてるんだなっていうのをひしひしとそばで感じてますありがとねいやなんかありがたいのはさ私がこうあ,あわあわしてる間にでもご一緒しているこの先輩後輩の皆さんが割とこう落ち着いてるタイプじそれこそ北脇く、うん ほぼ新人なのにさ、信じられない落ち着きがあるじゃない内心めちゃくちゃ緊張します本当はそうなんだよね顔見ると安心するっていうのもあってそれは本当にありがたいなって思ってるんですけど本当にお互い仕事の借りは仕事に返しましょうはい。本当にきたわりの借りは本当に10分の中で返していくからさお願いしますこれからもよろしく頼むよお願いしますはい。こちらこそですこれで締めて大丈夫ですかもちろんです分お願いします分かりました、以上 北脇大樹くんとお送りしましたありがとうございました